マッチ棒パズル。正しい等式を作るノートレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5+4=9となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8-5=3となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は26-9=17となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は7+3-8=2となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は8-2-6=0となり正しい式になりました。第6問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は96-57=39となり正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。